そんな嫌かよ。別に自分はケイタのことなんてどうだっていいんです。あ、すみません、すぐ終わりますんで。ニュー、いや、1分だけ。上原さん、顔のわからない相手と交流あるってなんかドキドキしますよね。ハグリさん、なんですか。遅れてしまってごめんなさい。先生とのお話が長引いちゃって。星の森さんも同好会のメンバーだったのね。はい、そうです。アホかー。とにかくほら座れてってんの。入るか入らないかともかくな。なんですかそれ。自分のゲームには興味ないってことですか。じゃあケイタはゲーム制作者に求めるものは何もないって言うんですか。この二人ってやっぱり。でもよ、天野が星の森と喋るように。アグリ、ちょっと天野っち、こっち来る。はい。私やっぱりゲーム同好会の参加はお断りします。アグリさん、すみません。僕が不甲斐ないばかりに。それがどうして。ありがとうと条件を忘れてください。痛い。薄々わかってたんだよね。タスクはアグリにあんまり興味ない。ほんとバカだな、天のっちは。恋ってするもんじゃなくて落ちるもんじゃん。千秋、噂をすれば天のっち。大丈夫ですよ。今アグリさんがいかにベストカップルか言っておいてやりました。天道さんと対等に喋れるようになるまで、時にはタスクの誘いを断ってでも付き合ってあげるよ。今まで通りの関係でいたいかなって。デッドアラブ作戦の鳥も鳥、最後のフィナーレあたりに予定してたんだぞ。だが断る。ミッションコンプリート。とこれがラストシーンなんだ。だからって服着たままはまずいでしょう。一応ここはごまかせたような。だからなんだって話だけど。なんなんだよ一体。やれって言ったのはあっちじゃ。今はちょっと付き合う気力ないんだけど。よろしかったらこちらをどうぞ。熱いお茶？この季節に。熱中症予防には塩分とクエン酸、結果として梅干し入りほうじ茶とイール酵母とプロポリス。この会社のプロポリスは成分の抽出方法に特許があって。初めから薬頼みってのは感心しないな。まずは運動と食生活だろ。藤宮さん、聞いてもいい？何ですの？私なんかのどこがいいの？全部。顔がいいからなんて上っ面な答えは。そういうご自分の魅力に気づかれない謙虚なところですわ。そう。もっと自信を持ってくださっても大丈夫です。あの女、想像以上にできる。そうか、俺に足りないのは。早めに目をつぶさないと。それよこしなさい。ならよし。今何を許したの？何やってるのよ。一気先輩に記念すべき第一号を飾ってほしいんです。ぜひ取材させてください。ねえ、ステラってば。ようやく見つけました。 お兄様。ちょっと一気、あんた何やってんのよ。僕だってわからないよ。私の国じゃ兄弟でそんなキスしないわ。他の国でもしないと思います。だめしっかりしなさいよ、一気。分かったら、田舎のお姫様は黙っていてください。関係ならあるわよ。特大スキャンダル来たー。創刊号の見出しは、俺の腕の中でもがけ。来てなんでステラまでやる気なの。ずいぶんとつつましいデバイスね。くたばれ。
ありがとうございます、理事長先生。反省しています、もう二度といたし。日本のことをもっと学びたいって言ったら誘ってくれたのよ。私のご主人様の一件。それで君は？だけど安心して、心は乙女よ。いや、安心する意味がよくわからないけど。冗談だから、しずく、それしまって。しずく、それまた高速違反だから。アリスがコーディネートしてくれたんです。ちょっとしずく、ステラさんはお兄様の下僕なんですよね。私は一気の下僕、ただそれだけよ。なら手をつなぐ必要はないですね。シスコ、ヤサ男、しずくって女たらし、今日は弾けてるわね。よし、後ろはなし。エリートは白い歯が命ですからな。それにニーノ様はコウ様と恋人同士とのこと。そらそらハゲ、何言いやがる。何かおかしなことを言いましたかな。あんてたまるか。この高井の読み通り。どうした。恋愛に関しては中学生レベルにも達していない。ニーノ様に至ってほしい。そうだよな。な、欲しい。やるなハゲ。恋人なのに。おかしいですな。やはり恋人同士とはとて。キスが何なんだ。挨拶だろ、恋人同士の。おい、急に腹でも減ったのか。トンボでいいか。私は妻と離婚、仕事しか頭にない私に。これからは自分のためだけに生きられるぞ。人間は一人の時が一番。コウ様。あ、なんだ。ヘロヘロのふにゃふにゃですな。恋人だからな。どうしたんだよ急に。では私はそろそろ。はい、僕は人です。コウ様、現実を。僕は結婚初日から旦那様に置いていかれるとは思わなかったな。しょうがない、ここは一つ妻として部屋をピカピカにして旦那様を驚かせてやろう。いや、でもまだお掃除が行き届いていない場所もあるはずだ。押し入れや意外とあったりするのかな。まあ、おいしいご飯で旦那様をびっくりさせてやろう。お久しぶり、姉様。お前、なんで閉めちゃうんですか姉様。ねえ、開けてくださいよ。開けて。すみません、ごめんなさい、私が悪かったです。だから話を聞いてくださいよ。ていうか、お前がここにいること、トキコは知っているのか。いや、リリース。あらた、遅れてすみませんでした。今日だけは一緒に夜を。だから、いやらしいことがしたいとかじゃなくて、なんか別の理由で俺とこうしたい。どうすればいいかわからなくなりまして。うん、そっか。だからなんか寂しくなったらこうやっていつでも頼ってくれ。もう、あなたってば、頼りにしますね。すげえな忍者。すごいでしょ。ここに入ろうか。はい。本当に大丈夫？大人として少しはヒールにもなれないとって考えてるうちにもう何回か。あの、すみません。何が？無意識。お待たせ、救急道具買ってきた。すみません、スカートの中見えそう。飴食べる？はい。しまった、これもいつもの長谷部さんだった。自分がその立場だったらどうします。関係各位をぶん殴る。ほら、だからまず名前を。お願いします、あいつに会いに行ってやってください。マフラーが入ってます、あいつに渡してください。またそんなもの、必要ないと言ったでしょ。そうか、そういうことかよ。最初からあいつに興味なんてさらさらなかったってことか。用意しては見たものの、今年もまた渡せそうになるね。え、花さん、今、タバコ。ああ、見て見て、外、雪降ってる。ねえねえ、ママ、私、こんなリボンが欲しい。ええ、いいわよ。もうずっとこのままなのかな、ママとは。
ラク？ラク様！あんたどうしてここに？高級ホテルのスイートルームだよ！用がないなら帰りますよ。職権の配分もういいかしら。私はこれから戦隊で会議があるので。ずいぶん偉くなったわね。そんなに私が嫌いならいっそ私をクビにしたら。まあ好きにするといいわ。会長選頑張って。ああ疲れた。知らない人と話するのこんなに神経使うとは思わなかった。俺に買いに行かせんのかよ。ちゃんとお金払ってるでしょ。あんたは私の所有物なんだから大事だよ。出馬されたのですね。あ、ああ、篠宮さん。これからはライバルというわけね。お互いいい戦いをしましょう。はい、負けませんよ。やべ、おっといと思ったら、あんた何敵と慣れ合ってんのよ。いや、別にそういうわけじゃ。ごまかさないでちゃんと説明しなさいよ。マイカさんに。やっと決まったアルバイトですけど。ドエスキャラ。グミン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 グミ。すみません、ちょっとドエスの練習を。じゃあそれも練習の一環。どうせあれでしょ。また遅くまで深夜アニメ見てたんだろ。私はどうして。アメとムチ、新しいプレイですか。二人なんですけど。大丈夫ですか。昨日もいらっしゃいましたよね。あの、どうされましたか。あ、マイカちゃん、おいでおいで。いただけません。いつから知ってたんですか、私のこと。新人さんの中でナンバーワンって書いてある。ほら、カズくんとか。なんだこれ、なんでマミちゃんと水原が一緒に。バレてる。水原がレンタル彼女だって。カズヤみたい。うまいんだね。これ聞いたことないなんて、カズくん絶対損してるよ。中で何話してんだ。頭がどうにかなりそうだ。何言ってるの。十分だよ。今のままで千鶴さんは可愛いし。だとしたらすごいよ。バイトマネーだと思って受け取って。もう恋人ごっこはやめて。え、好きでもないのに恋人とか。お金を払って。でも女の子が借りてもいいんでしょ。今までいた。いえ、ただ知っちゃったのに黙ってるのも変かなって。安心して。あなたはどう思ってるんですか。え、簡単には忘れられない人だって。きっと今でもまだあなたは和也さんの心の中にいる。1年も彼女のふりするなんて。会社は知ってるの。和也さんは私の彼氏です。私とカズくんの問題でしょ。いいですか皆さん、一番大事なのは自分の気持ちです。二つ目や異名に決まりなんてないですからね。バカ者。それはさっき全員賛成で合意したからではないか。何が全員賛成よ。何にせよ千冬ちゃん楽しんでるみたいだしね。うん、結構楽しい。自信あるよ。じゃーん、赤いハトコ。同じだよ。でも私1から10まで全部色になってるよ。そんなことないよ、できるもん。できるかじゃあ私の2つ名はノリツッコミの。逆に白雪姫をいじらずにスノーホワイト。ルービーで違う読み方にするパターンですね。ところでさゆみさんって大人っぽいイメージだから、魔女とか女王とかそういうのが来ると思ってたんですけど。え、何。地雷踏んだわね。は、どこで。ああ、チュウ君やっちゃったな。今度自由でいいって言った。え、自由でいいって言った。お父さん、なんか複雑な家庭っぽい。お兄
ミババア。お母さんと昔何があったの？パイナップル。ジグユース豚に入ってるパイナップル好き。エンドレスパラドックス。適当に考えただけだからね。師匠言うな。マスター、ルビ振るな。はい、皆さん拍手。私もお前のことが好きだ。付き合おう。このバカにここ告白するとか何考えてるんですか。ふむ、神崎智代だとしたら君にとやかく言われる筋合いはないな。部外者は黙っていてくれ。あの手紙がラブレター。違いますよ。安藤、だいたい予想はついてるけど、これどういう意味？ゆか、未練じゃなきゃやんやん。それで私はダーリンって呼びたいんだ。君は里見先生なの、君は最初から何かと私に絡んでくるな。時の狭間に閉ざされて永劫にさまよい続けるがいい。甘い。ったく、ダーリンの器の大きさに感謝するんだな。